スポーターのゆうこです。今日はこちらの動物園にちょっと変わった能力を持つキリンがいると聞いてやってきました。それじゃあ早速行ってみましょう。キリン急車前にやってきました。飼育員の大川さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。それで噂のキリンというのはえっと、一番手前にいるオスのポッキーですね。なるほど、あの子ですか。で、ポッキーくんには一体どういう能力が うーん、まあ、人様にお見せするほどのもんじゃないんですけどね。N 村さん、すいませんけど、よろしくお願いします。はあ、またかいな。今、飼育員さんがバケツを持って近づいていきます。ポッキーくん、果たしてどんな技を見せてくれるのか。おオーガさん、これは実は、ポッキーには、ズラを見破る能力があるんですよ。 なるほど。これはすごい。いや、どう考えてもキリンにこんな能力いらないでしょ。しかもあの野郎、最近はお客さんにまで。あ、返しやがれ、昆虫賞。あの通りですわ。まったく、調子に乗りやがって。なるほど。被っている方は要注意ということですね。以上、現場からお伝えしました。 どうですすごいでしょうフ <laughs> 甘い甘い。あんなもの、私なら絶対取られない。<laughs> しかも、ポッキー君取ったズラは絶対に返さないそうなんですよ。そこは返そうよ。持ち主困ってるよ。ねえ、こちらがポッキー君自慢のコレクションになります。こ、こんなに犠牲者がいるのか。ポッキー君 これまで99個のズラを撮ってきたんですが、なんと記念の100個目を撮るために今日はこのスタジオにやってきておりますなんだとそれではポッキーくんの登場です。どうぞ <laughs> あれポッキーくんはそれが、さっきまでいたんだけど、いなくなりまして。何やっとるんだ君ら、それでも飼育員かね やれやれ、これだから。うおて、てめえ、返しやがれくそ届かねえしょうがねえ。マネージャー、早くスペア持ってこい早くは、はいあらケンサキさんってズラだったんだ。早くしろ持ってきましたで、では、登場していただきましょう。ポッキーくんです。 どうぞー。ふん、もはや髪の毛一本たりとも貴様には取らせぬわ。えーっと、ポッキー君には他に特技があったりするんでしょうかはい、ありますよ。こいつ、こう見えて意外とゲ達タですからあ。ぜひ、そちらをお聞かせ願いますか実はですね、 首の関節を外して、遠いところのものを取ることができまして。うおぉて、てめえ、またやりやがったなマネージャー、スペアだ急げそれで最後です、うん、あらら、もう諦めてカミングアウトするしかないですね、ケザキさん。<laughs> い、嫌じゃ <laughs> どうだ、これなら見破れまい なんかこいつ、ズラをとって満足したみたいなんで、この辺で。はい。本日はどうもありがとうございました。いやー、世の中には変わった能力を持った動物がいるもんですね。ケザキさん。おととい来やがれ、ヘタレキリン。えー、変わった能力というのは、 こんな風にして身につくのかもしれませんね。それでは皆さん、また来週